じゃあちょっともう一回返信しときます。あの注射のことですね。例の今流行りと言いますか、3回目4回目とか言われてるやつでしょ、厚生労働省からの残念な発表ですけども、あの薬害が表面化しましたんで、皆さん診断を受けてくださいということでございます。これは一体どういうことでしょうか。ね、あれほど一生懸命注射受け注射打てって言っといて、でも今のところね、5000人に1人が何がしかの疾患が出てるそうなんで、かなりの高確率のロシアンルーレットじゃないですかこれは。え、だから焦らなくても本当に有効だったらね、別に急いで打たなくても半年とか1年待ってもよかったわけですよ、で論より証拠、この厚生労働省の職員は9割以上が接種してないですからね、自分たちで危険なの知ってるんで、で国民で試して、あやべえな打たなくてよかったなみたいな感じになってるわけですよ。しかもね、ファイザーとかモデルナとかあの CEO が辞めてたりとかね、あやばいこれは効き目がなかったなとかね、いや効き目がないならいいけども、あ一部に害があることを認めるとかね、とんでもないことになってますねこれはね。以前あの HIV ウイルス血液製剤ありましたけども、厚生労働省が輸血にこの血を使ってくださいって言ってね、推し進めてみたものに、なんかエイズ菌が入ってたということで、もうなんかすごい感染者が増えちゃったみたいなことだったりね、もういつまでこんなことをやるんでしょうか。というよりもやっぱりあれですよね、あのよし得だと思ってね、無料なものはやっぱ罠がありますね、であの、まあ、中国製のやつもかなり危険だってことでね、未だに中国はロックダウンしてますからね、未だにしてますからね、すごいですよね、何をやってるんでしょうかみたいなところがありますけども、で聞くとこの、テレビの報道でやっぱりこう情報を取ってる人はこういう目に遭うみたいですね、あこの前もね、なんかね、テレビの情報は嘘ばっかりだとか言ってからね、ここにも嘘がある、ここにも嘘があるとか言って、なんかそのフェイスブックでいろんなねメディアの嘘みたいなのを晒してる人がいましたけど、お前が一番見てるじゃねえかよみたいな。それでね、 あたかもあのこう読者がねテレビばっかり見てるっていう先入観でいきますけども、私全く見てないんで、 NHK のこの教育テレビね、お母さんが一緒ぐらいしか見てないんで、まあお母さんが一緒の影響を受けてますけどね、かなりね、やっぱりね、あのもう10年ぐらい前からあの英語のね、英語の PDF ファイルをよく読むようになったりとか、あのブログ記事とかね、あと塾生さんにね、あの今だったらあのウクライナとかね、ロシアとかね、お住まいの方がいるっていうのがいいですね。あの本当になんかこう自分しか分からないメディアを持ってるようなもんなんで、まあ、それも分かんないですけどね、局地的な情報なんで、まあでもね、まあ、あれですよ、何医師の方のサポートとかこうやって放送してると受けれて、でなんかちょっとね、とんでも医師もいるんですけども、いや面白いなと思うのが、同じ医師免許なのに、あの厚生労働省べったりの人とそうではない人と、そのたんびにこう意見が変わる人と、まちまちなんですよ、医師といっても。だからたまたま自分の信頼してる主治医の方がどっかに偏ってたらね、その人の影響をもろに受けますんで、セコンドオピニオンとかね、サードオピニオンって絶対言った方がいいのと、自分と利害関係がない人が一生懸命報告してくれること、それもまあちょっと取り入れながらね、基本的に電話でもメールでもその診断行為って報酬加算になるわけですよね。あとは勤務外の、まあ、診断とかっていうのはあんまり良くないと、場合によってはなんていうのね、もう問題になるわけですからね、まあでもね、本当なんかね、今回のことはひどいなと思いますよ。まあ、サンテレビっていう地方局ではニュースになったみたいですけども、まあけどね、 NHK 全国放送ぐらいでやんないと信じないっていうかね、知らないでしょうねこういうのね。もう私の少ない再生数の YouTube で話したところでどこにも広がっていかないと思いますし、であとはね、なんかこうすでに注射打っちゃった人は
やっぱこう自分の行動の正当化やっぱする本能がねバイアス働くんだ。いやいやそうはならないだろうとか思っちゃうと思うしね。いやでもねこれ厚生労働省がねすいませんって言ってますからね間違いでしたですからこれをなんでね総理の記者会見とかでやんないのかってことです。これほどのほどこっそりとね報告していや言いましたよみたいな既成事実を作っておくというところがなかなか見えてるんじゃないかなと思います。厚生労働省は新型なんとかなんとかの接種後長期間の体調不良を訴える患者が必要ないやもうこの先は読まんときますけども、これ厚生労働省からのレポートですからね。でちゃんと厚生労働省のホームページを細かく見に行ってる人はあ公式見解があるんだって分かりますけども、まあ見に行かないですよね。みんな友達との LINE とか一生懸命やるけども一番大事なところは見ないというね。行ってらっしゃいですねこれね。行ってらっしゃい。